アーチ。アーチは、中央部が上方向に凸な曲線形状をした針、もしくは上方向に凸な曲線形状そのものを言う。大工脱ギ側門とも、両の二つの主転間を長く取ったり、カーブの曲率を上げて高く大きな下部空間を得ることが可能であるため、大スパンを掛け渡す橋や、大きな開口部を持つ壁を作る際に使われる。 アーチ形状の構造物内では、延直方向の荷重の大部分の力は圧縮力であり、両端の視点まで伝えられる。これは、大部分が曲げモーメントとん断力として力が伝わる直線形状の量と対照的である。したがってアーチは圧縮力に強く、ん断力や引っ張り力、曲げモーメントは構造物内に引っ張り力を引き起こすに弱い。 礎石作りの構造物において特に有効であると言える。なお、開口部が開口しておらず壁になっている、通り抜けできないアーチもあり、これは特にブラインドアーチと呼ばれる。西洋に残る建築物の多くは石像、すなわち礎石作りであるため、技術としてのアーチの発展は、建築史を語る上で非常に重要な要素である。アーチは古代エジプト、バビロニア、ギリシャ、 アッシリアなどで古くから使われていたが、その多くは地下の構造物であり、地上において大きく発展させたのは古代ローマであろう。ユゼスの湧き水を5 0トル離れたニームにまで運んだアーチハシポンデュガールは古代ローマ人がアーチの効果を深く理解していたことを示すものであると言える。また、コロッセオではオーダーと組み合わせることで装飾的な外壁を生み出している。 アーチは二次元内に収まるものであるが、これを三次元に展開したものがボールトとドームである。ボールトはアーチに属する平面に垂直な直線上を移動させた際の軌跡が描く立体であり、ドームはアーチの対象軸周りにアーチを回転させた際の軌跡が描く立体である。いずれも大きな空間を礎石作りにて実現するには欠かせない技術である。 アーチの力学的効果は、その形状が完成して、初めて得られるものである。つまり、礎石造りのアーチの建設中においては、アーチ下部を四方向にて支えて施工しなければならない。そして最後に、欠場の石をアーチ中央部に上から打ち込むことによって、アーチ構造が完成する。最後に打ち込む、この石を、キーストーン、くさび石、金目石といい、 祖石作りではないアーチにおいても、これをモチーフとした装飾を見ることができる。疑似アーチとは、図のように、アーチ部分の石を水平に少しずらしながら、空間を得る構造である。持ち送りアーチ、または競り出しアーチとも呼ばれる。ただし、力学的には、アーチと異なる。クメール様式で知られる、アンコール遺跡に残る遺跡に、数多く見ることができる。アーチは、 メソポタミアのウラルトゥ、ペルシア、ハラッパー、古代エジプト、バビロン、古代ギリシア、アッシリアといった文明で知られていたが、それほど多用されることはなく、側面からの押す力の問題がほとんどない、排水路などの地下構造物にほぼ限定されていた。アーチを使った最古の都市の門は、青銅器時代中頃のもので、イスラエルのアシュケロンで八フィートの幅のものが見つかっている。 古代ローマ人は、エトルリア人からアーチを学び、それを宣伝させ、初めて地上の建造物でアーチを多用するようになった。ローマ帝国では、ローマ橋、ローマ水道、門などのアーチ構造が建設された。また、軍事的記念碑として、凱旋門が作られるようになった。さらにホールや寺院など、広い部屋の天井に、ドーム構造の一種でもあるボールトが、 紀元前一世紀頃から使われ始めた。ローマのアーチは半円形で奇数個のアーチ用の石、セリ石で構成されている。奇数個の石になるのはアーチの頂上に金目石が一つ必要だったからである。ローマのアーチは建設が容易だが強度は最強というわけではない。側面が外側に膨らむ傾向があり。 それを総殺するために、石積みの重量が逆方向にかかるよう余分に石が必要になる。ローマ人は、水道、宮殿、円形競技場などの建築物に、この半円形のアーチを多用した。ヨーロッパでは、半円アーチに続いて、ゴシックアーチ、または、戦闘アーチが生まれた。これらは中心に向かってより大きな力がかかるようになっており、従って、 半円アーチよりも強い。半円アーチを少し潰した形の大アーチは、サンタトリニタ橋などに見られる。ゴシック建築の体系を称賛していた、スペインの建築家、アントニガウディは、自然法則に見られる形状を建築に導入することに熱心で、その一つがカテナリーを上下逆にしたアーチ、カテナリーアーチである。彼は、 建築学的松葉杖と呼ぶ肥料を嫌いカテナリーアーチを使用した。カテナリーアーチは今日では力学的に安定であることが分かっている。直感的には懸垂状態において部材の引っ張り力のみでバランスが取れている形状なのだから、それを逆にしたものは圧縮力のみでバランスが取れると理解できる。今日ではカテナリーに似た。 放物線その他の曲線が使われることもある。バテー系アーチは半円アーチに基づいているが、両側が一旦広がってからすぼんでいる。この形状のアーチとしては、紀元1世紀のインドで岩に掘ったものが知られているが、組み上げられたバテー系アーチとしては、3世紀から4世紀のアクスム王国、現在のエチオピアから、エリトリアのものとシリアのものが知られている。 スペインの西ゴート様式の建築、イスラーム建築、ムデハル様式の建築で使われ、ダマスカスのモスクやムーア風建築に見られる。バテー系アーチは、強度よりも装飾性を重視したものである。メソアメリカの文明では、様々な疑似アーチ、せり出しアーチが使われていた。例えば、チョルーラの大ピラミッドの内部通路など、マヤ文明でよく使われていた。ペルーでは、 インカ帝国の建築物に台形アーチがよく使われていた。アーチを利用した橋はアーチ橋と呼ばれ、世界中で古くから建設されていた。日本でも琉球王国では15世紀から、日本本土では江戸時代初期から建設が始まり、那覇市の天女橋や長崎市のメガネ橋、岩国市の近海橋、熊本県山和町の通順橋など現存しているものも多い。 また、アーチ構造を利用したダムは、アーチダムと呼ばれ、これも世界中で建造されている。マラソン大会や、橋梁の開通式などの屋外イベントに用いられる、仮設の構造物として、空気を入れて設置する、エアアーチがある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。